はい、どうも。絶望と悲しみと憎しみと呪いのチャンネル、ネガティブマンチャンネル、ようこそ。今日はね、この自民党のね、くだらない総裁選について語っていきたいと思います。っていうか無駄ですね。自民党に期待するだけ無駄ですね。全国民に僕は訴えたい。無駄ですね。あんなね、売国抑制党はありませんよ。売国左翼政党である立憲民主党とかね、そいつらもクソですけど、もうね、どうなりましたか。北方領土も帰ってこないですしね、竹島も帰ってこないですしね。まあそれはどうでもいいですけど、いやどうでもよくないけど、結局ね、まあ、自民党がね、何十年もほぼほぼね、50年60年ずっと与党なわけじゃないですか。そしてこのね、僕が何度も言ってるように、この格差がどんどん広がってきたね。そして忘れちゃいけない、ね、日本敗戦以来アメリカの子分なんですよ。奴隷なんですよ。なんて言うんでしょうね、傀儡国家、傀儡政権、植民地で、今ね、それに加えて中国のね、植民地にもなりつつあると。アメリカとね、中国がね、日本をこううまい具合にコントロールして、おいしいところを取ろうと、おいしいところを取ろうとしているわけですよね。そう、日本はね、結局世界でもまれに見るキョロ獣、キョロキョロ右左、キョロキョロしてるキョロ獣、上下もキョロキョロしてね、キョロキョロしてね、大国のご機嫌を常に取る国なんですね。僕はね、最近思うね、最近というかここ 1,2 年で本当に気づいたんですけど、日本って結局ね、1945年のね、二次大戦に敗れた時からもう独立国ではないのですよ。ね、常に植民地的なね、立ち位置で、なんて言うんでしょうね、好景気とかね、なんか朝鮮戦争とか、バブルとかね、日本の戦後を躍進したみたいな、そんな話がありますけど、それはね、日本人特有のこのうさんくさい賃金の低さがね、長年あっての話ですからね、いいように使われてただけですよ。うち日本人がこう調子に乗り始めたら、こういろいろな邪魔が入りつつ、賃金も上昇してきたから、今度ね、東南アジアのクソくだらない国たちにこう仕事が流れていっただけであってね、日本の不景気もなんかね、当たり前だよって話ですよね。本当はね、技術大国とか言ってね、この技術者たちにこの賃金が、技術者たちに対する待遇が悪すぎてね、もう中国だの韓国だのね、他の東南アジアだの、いろんなところ、まあアメリカもそうですけど、いろんなところにね、天才たち、貴重な人材がね、いなくなって、今日本はね、だだ下がりでしょ。そう、もうね、この国は昔からね、奴隷ばっかりなんですよ。奴隷国家なんです、日本って。一言で言えばね、勤勉で真面目でね、よく働くとかいう、それはもう奴隷としての質が高いだけの話でね、
昔からね、奴隷国家なんですよ。昔から貧乏国家なんです。ね。そこを勘違いしちゃいけない。治安がいいとかね、四季とかどうでもいいでしょ、そんなの。二季ですよ、今ね。夏冬二季ですよ。その治安もね、確実に今、僕東京に住んでますけど、ね、ものすごく悪くなってます。このお話はまたね、どこかで話そうと思いますけれどもね。本当にひどくなってますよ、治安もね。で、自民党の話、自民党のね、総裁選の話ですけども、どうでも、本当にどうでもいいですよ。中国、アメリカの、傀儡政権の担当者が誰になるのかっていう、お人形選びなんですよ。お人形選び。バカじゃないかと思いますね。本当。つまりこの、まあ、立憲民主党とかね、ろくでもない左翼政党になったら、じゃあどうなるかっていうと、ただ、ね、中国は生かしたい、アメリカは潰したいで、まあ、潰れたり潰れなかったりするだけで、傀儡ということは変わりませんからね。どの政党がなろうとね、とにかく、このね、バカバカしい自民党のね、お人形選び、ね、奴隷国家日本の巨露重傀儡政権の担当者が誰になるのかっていう内輪揉めのね、このそういうところにメディアに騙されては皆さんいけませんよ。お人形選びに付き合ってはいけません。本当にね、ね、日本が独立国家としてというか、内政がボロボロですから、ね、この格差をね、なくして、みんないろいろな人たちがね、安心して暮らせる、ね、貧乏な人ができるだけ少なく、ね、どんな人にも、手厚いね、本当のいい意味での国っていうのができるかどうかはね、今度の選挙にかかってますけど、まあ僕は令和に入れるつもりですけれどもね。山本太郎万歳。彼、山本太郎を絶賛する気はないんですよ。山本太郎はね、思えば安楽死をあんまり認めてないっていうか、僕の政策とちょっとね、こう乖離があるんでね、僕は安楽死を認めるべきだと思います。そこはね、やつとは違いますけれどもね。まあとにかく、まあ令和に入れますね。とにかく皆さん、この、ね、メディア、いろんなメディアのね、に踊らされちゃいけませんよ。所詮ね、傀儡、中国、アメリカの傀儡政権の担当者を、キョロジュ、まあヨーロッパに対してもそうですけど、キョロジュのね、植民地国家の代表を誰に決めるかみたいなね、お人形遊びのお人形選び、そんなものはね、無視してね、ちゃんと国のことを考えてくれる政党に入れましょうね。まあ政治豚たちは僕は嫌いですけれども、分かってんのかな、あいつらはね。分かってないと思いますけれども。とにかく今日はそんなところです。長々と喋ってすいません。どうも。それではまた会いましょう。ネガティブマンでした。